Tifa. Cloud. 7番街へ急がなくちゃ。 エアリス巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？うん。あ、いった。
ちゃった。ここに住んでるのかな？コルネオが飼ってるのかもな。餌は…ホヒー！ねえ、コルネオの話、信じる？プレート落とすなんて、アバランチを潰すどころじゃない。ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか？あいつならやりそう。でも、もし本当だったら？え？万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよし。でしょ？うん。ティファ！やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街につけるはず。6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か？ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。Thank you.
すぐ済む。協力すれば強く。頼む。私に任せて。ロバタ。当然の結果だ。平気なふりして行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンラの狙いは何だと思う？シンラの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅製でも動いたら奇跡だな。
一瞬で終わりだ。楽勝。Thank you.
が水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。ってことない。
備えた。連携しよう。はいはい。もうすぐ終わり。進むぞ。先に渡って様子を見る。最悪の事態考えちゃう。気持ちわかるよ。七番街の破壊なんてタッチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。エアリス何か知ってるの？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。と、エアリス、来ていいよ。わかった。よっと。ありがとう。どういたしまして。クラウドも行こう。うん。また最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街守ったら。守れたら上で買い物どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。
ここは任せる。というわけには。じゃあ。行くよ。終わり。落ち着いていけ。さあ行くよ。どうってことない。この調子でいくぞ。次は勝とう。
調子に乗る。落ち着いていけ。よし、やっちゃおう。いいとこ見せなきゃ。あ、やっ、当てる。それは、じらし。あっち。進むぞ。できないかな。同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。何でも屋さん、どう？排水、これだな。失敗？故障らしい。赤いランプは排水パイプの詰まり、手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私店でやったことがあるよ。よし、俺がやろ。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。
よ。寂しがってるかも。うまくいったな。頑張ったよね。うん。来い。そっちは任せる。よし、やっちゃおう。
ていけ。いいとこ見せなきゃ。トリオ、もうすぐ終わり。チャンスは逃さない。終わりだ。いや、いや、決まった。俺が先に行って出口を確保する。クラウド、見逃してはくれないね。私たち、美味しくないよ。先に行け、エアリス。ティファを行け。でもこれ、一人じゃ。誰に言ってる。早くね。もう知ってるよな、俺は強いぞ。グランド！